ございます。キンキンシークレットツイストの AM ジャパンです。今日もお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンコツキンぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日もね、冒頭リュウさんです。これはですね、コカ・コーラのレモンゼロシュガーっていう動画にくれてる分で、キンキンシークレットツイスト来たって言ってますね。僕の返信コメントですね。完全にこれね、もうひねって伸ばしてますね。ほんとリュウさん、いつもありがとうございます。さあからのコメント紹介いきましょう。まずはペロチさんからです。3月15日ちょっと前なんですけども、僕が好きなウィルキンソンシリーズからスパイシーレモンジンジャーってのが新商品発売されると。レモンとジンジャー、まあ飲んでみてほしいってリクエストが入ってます。続きまして、神コメントのみきまろさん、この日のコメントももうびっちりスクショ2枚分です。もうほんと天才、もうすごい。この日のコメントであれですね、前動画にしましたけども、人造人間17号のコスプレやってみてほしいってコメントが入ってますね。で、その日のコメントスクショ2枚目ですね。コメント中段から下ですね。あ、そういえば今日新しく出たウィルキンソンのスパイシーレモンジンジャーとやらを買ってきましたと。まだ飲んでないけども、こんなん絶対うまいやつやんみたいに書いてますね。で、リクエストですね。まあ僕もね、いつの日か、市場から消え去る前にぶっ決めてみてくださいってことで、それをね買ってます。今日ぶっ決めていきましょう。さあ今日飲んでいくのこちらですね。買ってきましたウィルキンソン炭酸スパイシーレモンジンジャーですね。めちゃくちゃうまそうですね。炭酸水無果汁で、栄養成分見たらエネルギーはゼロカロリーですね。全部ゼロですね。めっちゃ嬉しいですね。さあ刺激がね楽しみですね。ぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍ってますね。ジョッキしか勝たん。よし、テンション上がった。さあ行きましょう。あ、絶対うまいでしょう。やばいでしょう。まだ売ってんのかな。喉乾きましたね。今日のコンディション、さっきお昼ご飯食べて水分何も取ってないんですよね。喉カラカラですね。さあ、もう匂う、すごい。あー、きっつ、ツーンとくる、やばい、ジンジャーがやばい、鼻が痛え。さあ、ぶっ決めていきましょう。ウィルキンソンスパイシーレモンジンジャーですね。いただきます、いってきます、乾杯。味はちょっとスパイシーか。これ大人の味ですね。いいね。なるほどね。いつも毎日ねレモンのやつは飲んでますけども、スパイシーいいね。刺激は耐えれますね。ラストぶっきましょう。乾杯。スパイシーだわ。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。今日のやつですね、もうとにかく匂いがですね、こう鼻に刺さるって感じですね。なかなかここまで鼻に来るやつはないですね。飲んだ感じもちょっと喉が熱いかな。やっぱこうジンジャーが効いてますかね。まあ、とにかくね、飲んだ感想はですね、大人な感じの味してるなってやつでしたね。刺激はしっかりあって、これでゼロカロリーですよ。もうたまんないっす、マジで。いや最高ですね。ってことで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった気になった方いらっしゃれば、いつまで売ってるかわかんないですけどね、試してみてください。さあ最後に次回告知です。明日もですね、ウィルキンソン炭酸をぶっ決めていきましょう。これですね、ウィルキンソン炭酸クラッシュパイナップルってのがあります。めっちゃ美味しそうですね。いやー、ゼロカロリーですよ。もうほんとね、もうガブ飲みぶっ気味でやろうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ウィルキンソンやっぱ強い、最高。